はい、60歳代の経営者の方から年金事務所発行のですね、制度共通年金見込み額照会回答表の配偶者の欄のね、記載に関連して配偶者下級年金額についてご質問いただくことも結構ありますね。で、この配偶者下級年金額といいますのは、原則20年以上厚生年金に加入した人が、老齢厚生年金を受給できるようになったときに、生計を維持する65歳未満の配偶者がおられるときに、老齢厚生年金の報酬比例部分にプラスをして支給をされるというものです。